甲板船舶の構造における甲板とは、船舶の上部にある木や鉄板で張り詰めた広く平らな床のことである。デッキとも言う。後板とも読むが、これは専門用語である。船舶の中で水平に張られ、床の役割をする板のことを甲板と呼ぶ。甲板は船における主要な構成部分で強度部材の一つであり、 船体上にあって水平に広く取り付けられた木や金属製 FRP 製の板材であるとともに上部構造物を含む全ての船内空間の床板である。ただし船底の床だけは乾板とは呼ばない。見張り台のような足場は乾板には数えない。この乾板は人が上を歩いたり荷物を置いたりするだけでなく船全体の強度を保ち船内に 水が入るのを防いだりする役割がある。上甲板は水密構造となっている船体のすぐ上にあって、船首から船尾まで続く甲板であり、二体としての船体の蓋を構成している甲板と言える。上甲板は他の多くの甲板と同じく船体強度を保つ重要な構造材の一つである。船全体を地上のビルに例えれば上肝板は地上1階の床面に相当し、 上甲板より下の部分は近いに、上部構造物のそれぞれの木座端はビルの地上階に相当する。風雨にさらされる甲板は露天甲板と呼ばれ、多くの貨物船などでは上甲板は通常露天甲板であるが、自動車運搬船や大型客船などは上甲板の露天部分はほとんどない。上甲板から水面までを還元と呼び、水面から 船底仮面までを喫水と呼ぶ。なお、上甲板の手すり柱は、スタンチョンと呼ばれる。船体の甲板は、上甲板の下は、中甲板と呼ばれ、多層の場合には、第一、第二と番号が振られる。船橋甲板には、一般に船橋とも呼ばれる操舵室があり、船長をはじめ航海士が、操船に当たっている。機関室の一角には、エンジンコントロールルームがあり、 機関長をはじめ機関士が主機関と他種の補機類の運転操作を行っている。ありがとうございます。